今日のテストはマッチ棒のなぞなぞから始めよう。ほらここに同じ大きさのマッチ棒でできた家があるのだが、一本のマッチ棒を動かすだけで家を反対方向に回転させることができるだろうか。答えはこちら。同じような課題だが、次は椅子だ。マッチ棒を2本動かして左向きにしてみよう。解決策はこうだ。まずこのマッチ棒をここに移動させ、次にこのマッチ棒をここに移動させる。うまくいったかな。9-5 は8。いや間違ってる。マッチ棒を1本だけ動かして方程式を修正してほしい。そう、これがその方法だ。では次の問題。ここに同じ大きさのマッチ棒でできた家があり、そのすぐ隣にコインがある。コインを動かさずに3本以内のマッチ棒を動かして家の中にコインを入れてみよう。よし、これが解決策だ。ステップ1、ステップ2、ステップ3。ほら、コインが家の中に。さて、今日最後のマッチ棒チャレンジだ。ちょっと難しいので今回は4手まで。家を作ってみよう。どうぞ。お見せしよう。ステップ1、ステップ2、ステップ3。そしてこれが最後のステップ。パラレルワールドでは楽しむこととお菓子を食べることだけが許されている。そこでは誰も本を読んだり勉強したりしない。レリム夫人はクラブでの長い楽しい一日を終えて帰宅して、3人の娘たちは家で1日過ごすことになっていた。帰ってきた夫人は誰かが代わりにガーデニングをしていることに気づいた。ハンナはテレビを見ていたのと言い、エルは1日中寝てお菓子を食べれたと言い、アバは友達とプールパーティーに行ったと言った。レリム夫人は娘の誰かが嘘をついていることを見抜いたのだが、それは誰かわかるかな。アバだ。彼女の手をよく見てみると、爪の下に洗い落とせなかった汚れが残っている。ジェイソンは自宅の屋根裏部屋で意識不明の弟ローアンを発見し、すぐに警察に通報した。警察が到着すると彼は事情を話した。彼の家の前を通りかかったら電気がついていて、窓から見たら彼が倒れていたので急いで中に入った。鍵は持っていたからね。というジェイソンは容疑者として警察署に連行されたのだが、なぜだろう。ローアンは屋根裏部屋で発見された。ということはジェイソンは窓から彼を見ることができなかったはずだ。アンダーソン夫人は重要書類を忘れたため昼休みに帰宅した。リビングに入るとその真ん中に見知らぬ人がいて何かを探していたのだ。奥さん、私はジョンソン巡査です。見知らぬ人が家に忍び込んでいると心配した隣人から警察に通報があったので確認に来ました、というのだが、アンダーソン夫人は彼を信じなかった。なぜだろう。彼女が家に着いた時パトカーは見当たらなかったからだ。2月のある晩、ジョナス夫人が仕事を終えて帰宅した時、隣人が通りがかり世間話をした。隣人は彼女の息子の一人をショッピングモールで見たというのだが、息子たちは外出禁止で外に出られないはずだった。そこでジョナス夫人は息子たちに何をしていたのか尋ねた。マットはピアノの練習をしていたと言い、ルークは一日中本を読んでいたと言い、ディーンは犬と裏庭で過ごしたと言った。ジョナスさんは誰がルールを破ったのかすぐに分かったのだが、君には分かるだろうか。
ディーンだ。彼は犬と外にいたと言ったが、裏庭の雪には足跡がなかった。嘘をついているということだ。ミシェルが誕生日パーティーを開き、12人の友人を招待した。パーティーの途中で彼女は兄が裏庭で誰かと一緒にいるのに気づいた。もちろん彼女は気になったが、すぐに様子を見に行くことはできなかった。暇になった時、裏庭に行ったミシェルだが、兄と一緒にいた可能性のある女性は3人いた。あなたには誰だかわかるだろうか。ここに続く足跡がある。これはミシェルのものに違いない。でもハイヒールの足跡もある。ヒールを履いているのは彼女だけだから、ミシェルの兄も一緒にいたに違いない。次は命を助ける謎謎。イラストを見て誰があまり賢くないか当ててみてほしい。ジェーンとエヴァンは友人たちと会っている。ジェーンは先に到着しペストリーを買いに行った。エヴァンは遅れているので急いでいるのだが、何か悪いことをしているのは誰だろう。エヴァンだ。彼は自転車専用レーンを走っている。ケイシーとライリーは泳げないが、泳ぎ方を習いたいと思っている。ケイシーは家からほど近い湖に行った。ライリーはそのまま友人たちと海へ。危険なのはどっち？海で泳ぎを習うだろうか。最善策とは言えない。だがライリーは面倒を見てくれる友達と一緒だ。ケイシーは一人で湖にいる。周りに人がいない中で泳ぎ方を学ぶのはとても危険だ。南米で夏休みを過ごしているジムとメイソンはアマゾン川の近くに人里離れた人影のない場所を見つけた。ジムは泳ぎ、メイソンは岸辺で日焼けをしている。危険なのはどっちだろうか。ジムだ。ほら、彼のすぐ近くにピラニアがいる。すぐに水から上がらないと。おっと、遅かったな。ははは、冗談だよ。ソフィアとブルックは親友だ。二人は森に行き、廃墟となった古い屋敷に忍び込んだ。賢くないのはどっち？ソフィアだ。彼女はヒールを履いているけど、この状況ではベストな選択とは言えない。マヤとケイトは約束の時間に遅れているため、制限速度を超えて運転している。どちらがより危険かわかるだろうか。ケイトだ。ほら、彼女の車にはいろんなものが転がっている。事故が起きたら何かが彼女にぶつかるかもしれない。ではあなたの注意力を試してみよう。ここにコインと3つのコップがある。コインを真ん中のカップに入れるのだが、あなたの仕事はコインをよく見て、それがどこにあるか私に言うことだ。それじゃあ始めるぞ。コインはどこだろう。ほら、ここにある。わかったかな。よし、もう一回やってみよう。今度はカップを4つ用意した。コインはここに置くぞ。どこにあると思う？そう、このカップの中だ。さあ、もっと難しくしてわかるかどうかやってみよう。コップは5つだ。さっきよりもさらに早く動いている。用意はいいか？コインはどこかわかるだろうか。ここだ。ある女性にリリー、ローズ、ジャスミンという3人の娘がいる。もう一人娘が生まれようとしているのだが、彼女の名前は何になるだろう。ブルック、オーロラ、それともバイオレット。この女性は花の名前を選ぶようなので、末娘にはバイオレットと名付ける可能性が高いと言えるだろう。ミエルは考古学者で、古代エジプトにまで遡る古い洞窟や地下墓地を探検している。
ある日彼女はトンネルに入り、そのトンネルが3つの小さなトンネルに分かれているのが見えた。左のトンネルに入るとミイラに出くわし呪いをかけられる。2番目の通路は途中に落とし穴がある。3番目の道を選ぶと毒ガスが充満したトンネルに入ることになる。ミエルはどの道を選ぶべきか。ほら、落とし穴の横に板が転がっている。ミエルはそれを使って落とし穴を渡ることができる。では最後の質問だ。空の洞窟に何体のミイラが入るかわかるだろうか。一人だけ。ミイラが一人入ってきたら洞窟はもう空っぽじゃなくなってしまう。謎々だからしょうがない。